スノーマン深沢達也が華麗なサッカーボールさばきを披露する、私の宝物、メイキング公開、これは冬月ではなくリアコ深沢、の声も。こんなちっちゃかったっけ、サッカーボール、ゴールがちっちゃすぎて、ボールを蹴ったら、ゴールが吹っ飛んじゃいそうと笑う深沢。フジテレビ系ドラマ、私の宝物、公式インスタグラムが、深沢達也、スノーマンの華麗なボールさばきが見られるメイキング動画を公開した。私の宝物は、たくらんをテーマにした大人の恋愛ドラマとなっており、主人公、神崎美優を演じるのは松本若菜。深沢は美優の幼馴染、冬月亮を演じている。動画では、深沢がサッカーボールを蹴りながら登場。手を使わず、軽々と足の甲にボールを乗せるシーンも、こんなちっちゃかったっけ、サッカーボールと不思議そうな表情を見せ、さらに、ゴールがちっちゃすぎて、ボールを蹴ったら、ゴールが吹っ飛んじゃいそうと笑う深沢だった。